アッスーがでかすぎたらズームかぶってよく聞こえないからそっか、じゃあはい、あ、じゃあまず本日のゲストの田中陽子選手でーす。よろしくお願いします。はい、自己紹介どうぞ。はい、田中陽子です。もう29歳になりました。この7月から韓国に移籍して、プレーをします。毎日美味しい韓国料理食べて元気に過ごしてます。よろしくお願いします。イエーイ、お願いします。ようこそ韓国 WK リーグへ。ようこそ来ちゃった。やっとやっと、ね、待ってました。まさかまさか来た。スペインじゃない？インスタライブしてたの。そう、うん、スペインでした。来たよな、田中田中田中、うん、ウィズタク。やったし、1個前もやったじゃん、3人で。横ねえのインスタも。やった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 。すごくない？本当に実現してるとはね、韓国は。ねえ、韓国来なよって言ってたの。言うとった。でさ、行きたい言うとったよ。うん。だって、2年前ぐらいからなんか、かすかに韓国行きたいなーっては思ってた。おお。それは何でなの？3年前ぐらい。え、わかんない。なんか、だから韓国、その時ぐらいにちょっと興味あった。すごい。そう。それはもう運命や。ね。陽子のさ、身近の人がさ、結構韓国リーグいるじゃん、今。めっちゃ多い。そういうのも影響あるよね。確かに。うん、もちろん。まず、うちらのじゃあ関係性を説明しよう。そうだね。うん。アスは、うん、タナヨとアイナックで一緒やったよ、うん。そう。ほんで、うん、うん、?2 年。2年、うん、?2 年。うん。3年 ?2 年3年、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 3年2年か3年うん、3年。ほんで、うん、タクはうちは、まずなでしこチャレンジっていうキャンプで一緒の部屋で、うん、その時初めましてで、そう、めっちゃ喋って。で、去年、その2年後ぐらいかに、うん、野島からオファーがあって、野島に入ろうかなって思った時に陽子からサクさん来なよって、陽子がすごいプッシュしてくれて、うん、いろんな話聞いて、うわいいなと思って行きました、うん、加入しました。半年後にサクさん、スペイン行くわいや頑張ってほしいけど、あれ陽子と一緒にサッカーしたくて野島に来た、うん、頑張れみたいな感じ。半年しかやってません誘っといて。いやそれね、マジか。陽子のおかげで野島でいいので、ありがとうございます。ありがとう。いやねよいやだよ、とわよ。そう、韓国で、うん、また韓国に来て、うん、3人揃いました。イエーイみんなバラバラやけどな、チーム、ね、すごいバラバラ。なんと、タナヨは今1位のチームに入ってきました9連覇してる、この韓国 WK リーグを9連覇してる、めちゃめちゃ強い強豪のチームに。やばいね、9連覇って。やばいよな。うん。でも今年は10連覇させへんから。てか今勝ち点一緒だもんね。そう、勝ち点一緒。あと残り5試合でな、勝ち点一緒。ね、うん、やばいや。でもプレーオフが大事だから。いや、そうやね。でもな、今年こそな、1位で上がりたいねん、こっちは。1位で上がって、プレーオフのこの2位、3位対決を抜けたいねん。確かに。ない。3位も分かんないからね。いや、ほんまに、うん、3位もな、うん、今、ああもう面白くなってるよな、とりあえず、うん、韓国リーグ面白くなってます。面白くなってますタナヨも入ってきたから。ほな、じゃあタナヨの話そろそろ、うん、あ、ごめん、タナヨじゃなくて横ねえやった、ごめん。横ねえ、横ねえ、うん、横ねえの話いろいろ聞いてくんで、よろしくお願いします。はい、ご覧いただきありがとうございました。会員限定動画が盛りだくさんのワンティー、ぜひご登録よろしくお願いします。